はい、こんにちは、ゆうと申します。今日の動画はですね、ギターのバッグの中身を紹介しようと思ってこの動画を撮っております。題して What's in my guitar bag ということでですね、ギターのケースの中身をいろいろ紹介していきたいと思います。それではご覧ください。はい、ということでですね、こちらがですね、普段使っているギグバッグになります。こちらのブランドはですね、 CNB というブランドの品番が GB1880E という品番になります。エレキギター専用のケースになってます。これクッション性があってですね、取っ手がついてたりとかで、あとケース開けるとネック枕といって、歩いてる時にギターが中でずれないように固定できるものがついてます。こうやってで、普段ですね、ギターはハードケースで保管してるので、この中には入れておりません。あくまでもスタジオだったり持ち運んだりする時に使うようなバッグになります。まあ、ケースにはこの間買ったチーカーのキーホルダーがついております。それが普段使ってるギグバッグになります。ストラップがですね、最近ですね、フェンダーのギターを使っているので、ストラップもフェンダーのストラップを使っております。こちらね、フェンダーのモノグラムストラップで、本当定番のストラップになってまして、でギターの落下を防ぐためのロックピンがついております。これシャーラー製のロックピンがついております。デザインはこんな感じですね。これフェンダーというロゴが入ってあって、ちょうどですね、使っているギターの色がソニックブルーというブルー色のカラーなので、ストラップの色もブルーを選んでおります。こんな感じ。あとはシールドですね。シールドはですね、こちらブランドがですね、プロビデンスというブランドを使っております。品番が F201 というモデルで、こっちがですね、5メートルのプラグが SS、ストレートストレートの SS で、こっちが3メートルの SL ですね。これが2本入っております。で、2本あるのはギターからエフェクター、で、エフェクターからアンプという感じで2本使うので2本入っております。で、このモデルはですね、程よく低音も出て、ギターの原音も損なわないので、ずっと愛用しております。で、あとはクロスですね。ギターのお手入れするクロスがこちら。これはですね、ライブラインというブランドのクロスですね。非常にですね、触り心地のいい素材なので、ギターの塗装も傷つけないので、非常に使いやすくてずっと使っております。ライブラインですね。ワインレッドカラーですね。で、あとは大事なチューナーが、普段ですね、クリップチューナーを使っております。こんな感じの、これはですね、 TC エレクトロニックの、ポリチューンクリップというものですね。これ非常にですね、もう定番のチューナーなんですけど、でもクリップチューナーで使っております。こんな感じで、非常にね、スタイリッシュで使いやすくて、チューニングの精度も高いので愛用しております。で、あとはピックが入ってますね。ピック。で、このピックケースはですね、こうスターバックスで買ったコーヒーミントのケースを使っております。こんな感じ。ピンク色のケースで。で、開けるとピックが入っております。で、普段使ってるのはですね、ジム・ダンロップのジャズ3というピックを使ってます。前までね、なんだっけ。前はテリーゴールドのピックを使ってたんですけど、最近はですね、ジャズ3というピックが使いやすくてずっと使っております。で、硬さがですね 0.73 で、程よくしなるので、ピッキングニュアンスが出しやすいかなと思ってこちらを使ってます。このピックを使ってストロークだったり、カッティング、ギターのメロディーだったりを、弾いております。アコースティックギターだとちょっと弾きづらいので、大きめのピック使ったりします。これがピックですね。で、あとはですね、入ってる時と入ってない時があるんですけど、こちら、ヘッドホンアンプですね。以前
の動画でも紹介したことがあるんですけど、これはねボックスの AP2 の品番が BLA というブルースの略で BL なんですけど、これが入っております。普段ね家にはアンプがなくてですね、実家に置きっぱなしになっております。でこれでギターに挿して、ここがイヤホン、これアップルのイヤホンなんですけど、これが接続されてて、これを耳にして、これをギターに接続するとギターの音がアンプを通して耳に聞こえるというものになっています。これはね夜の練習とかにも非常に便利なので、これはね愛用して使っております。はい、ということでですね、簡単でしたが、ギターのギグバッグの中身を紹介してみました。おさらいすると、ストラップと、ギターシールドと、クロスとピックとチューナーと練習用のアンプ、これが入っております。であとはね、ギターを中に入れてエフェクターを持ってスタジオに行くという感じになります。でエフェクターとかはですね、また後日撮影できたらなと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。はい、ということでですね、短い動画にはなりましたけれども、 What's in my ギターバッグということでですね、ギターのバッグの中身を紹介してみました。ぜひね参考になればと思いますので、なんか気になったものがあればコメントなどいただければお答えしていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。このチャンネルではですね、ギター初心者の方に向けたレクチャー動画だったり、機材紹介、ギターの紹介や演奏動画などを上げております。ぜひこのチャンネルが気に入っていただけたら、チャンネル登録と、この動画がよろしければグッドボタンをぜひよろしくお願いいたします。それではですね、最後までご覧いただきありがとうございます。またの動画でお会いしましょう。